宇宙世紀0079、9月18日、地球連邦軍の新型モビルスーツ開発基地がジオン軍特務部隊の襲撃を受けたのだ。一人の少年がモビルスーツに乗り込み、ジオンのザクを撃破する。少年の名はアムロ・レイ。機械いじりが好きなごく普通の少年であった。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。来させるか。連邦のモビルスーツは化け物か。よくジャブローにたどり着いてくれた。だが君たちは V 作戦について知りすぎてしまった。君たちが軍人になれば罪に問われることはない。どうだ、連邦軍に入るか。賢明な判断だ。これからは連邦兵士として戦ってもらう。なお V 作戦の兵器は接収するぞ。君がアムロ総長か。その若さでマドラスに赴任とは運が悪いな。ここは最悪の激戦区だ。初陣でザク2機を倒した実力期待してるぞ。